ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一。チャンネル登録10万人いかなかったら僕が責任持ってやめます。今日からまた新しい大会が始まります。今日は初戦です。相手は一度したことあるケバブさん。今日はスタメンから、フルメンバーで、今のところの評価のフルメンバーで、起用しました。はい、今日出るメンバーがベストメンバーだと思う。運が僕の方に来てるなと。3打数5安打8ホームランでいきます。期待してもらわないと困ると言いますか。まあ、バッティングで俺超えてみろって感じですね。強いベイちゃんを、この動画で見せることが、今日は使命かなと思います。はい、後ろのところ冷やしてくれるやつなんですけど、今のこの時期暑すぎてベンチ帰ってきた2年間だけでもこれつけるとすごい涼しくて、しかもこれ俺らの帽子と同じ BBCH って書いてある。本当だ、本当に知ってた。知ってるに決まってるじゃないですか。これどこで買ったの。ちょっと待ってください待ってください。これバラ売りなんです。これ1つで1つつけたより2つつけた時の気持ちよさが倍以上。そんなの持ってないんですよ。どこで買ったの。ベースボールタウンです。ベースボールタウン。さあ、それでは始まりましたマジバントーナメントの1回戦、全国制覇がかかった大会となります。1回戦の相手は森の中のケバブさんとペイちゃんの試合になります。スターティングオーダーはこのようになっております。ガッキーがね、肘の靭帯をやってしまったということで、今日は新メンバーのトモがショートでスタメン出ております。そしてセカンドの海星も久々のスタメン、先発ピッチャーはエータ。今日も全員野球でベイちゃんは勝っていこうと思います。1回の表見ていきましょう。今日も試合なので勝ち負け関係なく MVP、MIP の予想もコメントで書いてください。当たった人の中から抽選で1名の方に1万円分、5名の方に1000円分ベースボールタウンでの商品券もプレゼントします。今日は人数多めなんでまた采配がちょっとあれですね。選手交代が大変、本当に早めの決断をしないといけないです。さあ見ていきましょう。1番バッターは先頭星から行きましょうか。大事な大会です。日本一が勝った大会、今年は去年は5個大会出たんですが、今年は去年より1つ少ない4つの大会の中で日本一を取らなければ戦力外が9人という、約半分が戦力外になるということでね、全員野球で勝っていきたいところ。さあ行きましょうか。しっかり見極めてます。スリーボールノーストライク。いいよいいよ、出塁率の高い星を1番バッターに置いて、ここはストライク、スリーボールワンストライク。ここ行っていいぞ。しっかり変化球見極めてフォアボールで失礼します。ノーアウトランナー一塁。一番バッターとして仕事をしてくれています星。続くバッターは2番バッターセンターの朝日。ここまで4打数2安打2ホーマーと調子はいいです。
さあ朝日がここでつなげば、クリーンナップ3番翔太、4番ラギ、5番丸子と強力打線を迎えます。ここはいい当たりだったんですがファール。ここは甘い球だったんですが打ち損じてしまいました。高く上がったフライ、センターフライでワンアウト、ランナーは一塁となります。そしてここまで絶好調男、12打数7安打キャッチャーの翔太、打率は5割8分3厘とチームでもナンバーワンです。初球打って、ここはサードがフェアゾーンで体が当たってサードゴロとなります。これはナイスサードです。しかしランナー進みました、進塁打となり2アウトランナーは2塁、2アウトランナーは2塁となってチャンスに4番 DH のラギを迎えます。ラギはここまで8打数3安打3割7分5厘ホームラン2本。さあこういう時に幾度となく打点を上げてきたラギ、しっかり大会でも結果を残せるか。やはり相手バッテリーも警戒はしてきています。ボール2つ続いて2ボールノーストライク、続く3球目、ここは打ち損じてしまいました。サードフライに倒れてスリーアウト、レイちゃん初回得点圏ランナー進めたんですが無得点で終わります。1回の裏見ていきましょう。先発ピッチャーはエータ、キャッチャーに翔太、ファーストにマルコ、セカンドに海星、サードにキノピー、ショートにトモ、レフトに田上、センターに朝日、ライトに星、そして DH にラギという布陣になっております。エータの立ち上がり見ていきましょう。まあ素晴らしいボールです。ボールにはなってるんですが今日も球のスピードキレ伸び、素晴らしいボールを投げています。いいプレーから、いいプレーから、ベンチから、ベンチから、はい、ナイスボールです。ここは変化球、ファーストゴロ、そして投内連携素晴らしいです。ファーストとピッチャーの連携完璧でした。ファーストゴロに倒れてワンアウト。ベイちゃんのこのスタメンを勝ち取るっていうのはね、ただ打つだけではなくてやっぱりこう守備力がないとベイちゃんではレギュラーをずっとスタメンをね張っていくのは難しくなっていきます。まあ、ただスタメンっていう価値は今年はちょっと全員野球全員を試合で使わないといけないっていうね、そういうルールがあるので非常に難しい部分ではあるんですが、まあ、ベイちゃんでやっぱりレギュラー格っていうところのポジションを取るにはやはり守備力、打つだけではなく守備力っていうのが大事になってきます。と急にセンターカメラが透明になりましたね。はい、ちょっとカメラの位置を変えたんでしょうか。2ボール2ストライクからの5球目は低め外れてボール。大事な日本一を決める大会の1回戦、立ち上がり見逃し三振、低めストレート、バッターからしたらワンバンするように見えるんですよね。その低いところからこう沈まずにぐーっと伸びてくるストレート、そしてスピードもね140中盤、素晴らしいボールを投げています。これもいいボールです。
ワンボールワンストライク。スタートの9キロも。はい、キルキル。ここは外のカットボール。最近覚えたというカットボールで空振りを取ります。ワンボールツーストライクからの4球目。ここはストレート、ファールとなります。エータもベーチャーに入ってから2つ球種覚えました。さらに成長しています。ここはストレート、空振り三振で初回三者凡退。ファーストゴロ三振三振と素晴らしいピッチング内容です。2回の表見ていきましょう。バッターは5番ファーストのマルコ。さあここで打てるか。オーケー、いいね、はい、サードル、オーケー、オーケー、ゴールゴール、ゴジだ。この打球は打ち取られました。ファーストもしかし落としたんですが、際どいタイミングでしたがファーストゴロ、ワンアウトランナーなし。続くバッターは6番サードのキノピー。ここまで8打数4安打、打率5割。余裕あるね、今日は。ゲームやる余裕がある。いいね、手袋つけないよ。フェイフードル、いけ、フードル。いけ、つけたバウンディ。ここは低めのボール打たされてしまいました。サードゴロ、倒れてツーアウトとなります。ベーちゃんここまで未だノーヒット。そして7番新メンバーのトモ。軟式野球の天才と言ってしまったんですがサムネでね。軟式野球の対応が素晴らしい、アウト内容も素晴らしい。とも、この打球捉えた打球は三遊間深いところ、ここは悠々とセーフとなります。内野安打。今この打球の捉え方、当て感っていうのがすごいですよね。でスイングをやっぱりね、素直にバット出してるんで飛ぶ方向も素晴らしいです。ツーアウトランナー一塁で8番の田上を迎えます。あれバッター誰？マスクマン。マスクドキング。色や、いい色。モトプロ？マスクドキング、そうです、マスクドキング。いい色や、マスクドキング。そうです。これ白いマスクしてるんですけど、これはふざけてるんではなくて、日焼け防止らしいです、本人曰く。はい。仕事の関係上、日焼けしてはいけないということで。日焼け止めだと効かないということでね。はい。すごい見た目しますね。ここは牽制挟んで、さあワンボールのストライク。低め変化球、ストライクからボールになる変化球ですね。素晴らしいボールです。ここは盗塁成功となります。ツーアウトランナー二塁。新メンバーのトモ、内野安打で出てその後盗塁アピールをしています。この打球はショート前の打球、ショートゴロに倒れてスリーアウト。この回も得点圏ランナーは出したんですが、ベイちゃん無得点となります。しかしとも素晴らしいアピールです。2回の裏見ていきましょう。エータの2イニング目。4番ね、また4番。さあ4番バッターに対しての初球、わーナイスボールです。
素晴らしいボールだ。スピードボール、パワーボールだけではなく、エータの良さはコントロールがいいところです。これも素晴らしいボール、簡単に2球で追い込みました。ここは変化球打たせて、このゴロがちょっと揺るぎ出して、キノピーが取れず、ここはサードエラーとなります。ノーアウトランナー1塁、ちょっと難しい打球だったんですけどね。ノーアウトランナー1塁、まあ、ここはバントを警戒しないといけない場面ですね。ノーアウトランナー1塁、2回の裏、まあ、草野球でね、やっぱり時間制なんですよね。9イニングないので、7回までも絶対ないので、もう2回に点を取るっていう、先制をするっていうのがね、非常に大事になってきて、やっぱり4回、5回で終わる試合が非常に多いんでね、まあ、ここは作戦としてはもちろんバントをしてくるでしょう。ここはセーフティーバント気味に走ったんですが、ここファールですね。走りながらのバントでした。ツーボールワンストライク、ベーちゃんとしてはこうきっちり送られた方が嫌な場面。ここはバスター気味に見逃してストライク、追い込みました。こうなってくるとベーちゃん有利、追い込んでからの5球目、ここは変化球抜いたんですがバットに当てられました、ファール。そして一塁ランナーはスタートをしています。6球目、ストレート外れてフルカウントとなります。こうなってくるとランエンドヒットがあるでしょう。一塁ランナーを警戒しながらの7球目、ランナーはスタートして空振り三振、そしてセカンドはセーフになります。盗塁成功、そしてバッターは三振ということで、ワンアウトランナーは二塁となります。ええー、タイいいね、ナイスボールや。送りバントと同じことになりました。ワンアウトランナー二塁、うわいいボールですがわずか低いボール。低めのカットボールで空振り、ワンボールワンストライク。まあでも見ていてもね、球が荒れてるわけではないですし、捉えられてるわけではないので、ベンチで見ていた中ではまあ安心しながら、まあ大丈夫だろうと思いながら見ていました。ここも空振りストレート押しています。刺してるね。追い込んでからの4球目、ここは低め、ファール。今日のエータは高さを間違えてないですからね。あの高さに強いボールあれ投げ切れてたらね、そう簡単に打たれることはないでしょう。ここは抜いたボール、空振り三振、ツーアウトランナー二塁、早くもエータこの試合で4つ目の三振を終えます。さあツーアウトランナー二塁、いいボールですがわずか低くボール。おじさん準備、いい声かけ、いいわ、この打球は一二塁間を抜けて強い打球だって、ライトの星がライトゴロに抑えました。スリーアウト、当たりが強かったのでライトゴロで出ました。しかし星、ライトの星も素晴らしい送球でした。3回の表見ていきましょう。ベーちゃんとしてはそろそろ1
点も欲しいところ、9番セカンドの海星から。これ決めは初球打ち損じてサードフライ、ワンアウト。続くバッターは1番ライトの星。今日は1打席目フォアボールでした。いい出塁をして2打席目。しっかり見極めています。高級筆打の星、選球眼は20丸。バッティングカウントにした3球目、ここは見逃してストライク。続く4球目は、この打球がレフトへ引っ張った打球、この打球がぐんぐん伸びて、なんと流し打ちでホームランとなります。星、これが星の素晴らしいところ、流すんですけど、この引っ張った右バッターが引っ張った打球ぐらい強いんですよね。このバッティング、左バッターのお手本のような流し打ち、かなり飛んでいます。星ナイスバッティングです。ベイちゃん貴重な先制点を挙げました。1対0、横浜横浜いい一番バッターです。はい、続きまして2番センターの朝日。まあでもしかし今のホームラン本当にね、打球がちょっと映像だと見づらいんですけどね、めちゃくちゃ打球速かった、強かったです。流し打ちとは思えないような打球、素晴らしいです。さあバッターは朝日、3球目見極めて3ボールノーストライク。どうしようかな。いや、丸子さんのグリップ剥がすぐらい。ここは1球ストライク入ります。さあ続くボール、狙いカウント、ここはすっといっぱいです。まあ今のは見逃してもしょうがないでしょう。ただフルカウントになります。この甘い球に捉えたんですが、打球がショートの正面でした。ツーアウト。しかし内容はいいものでした。そして続くバッターは絶好調男、3番キャッチャーの翔太。それはナイスボールです。2球で追い込まれます。この打球はサード、今日再三いい守備をしているサードゴロに倒れてスリーアウト。しかしベイちゃん星の貴重な先制ホームランでした。3回の裏見ていきましょう。エータの3イニング目、さあ時間的にもちょうど残り時間が半分、ちょうど半分の折り返しぐらいになったところですかね。グラウンドを借りている2時間の枠の、20分前から新しいイニング入らない、そして10分前には強制終了っていうこの大会のルールなので、まあ、残り半分ぐらいという残り 3,40 分という状態です。この打球は叩きつけた打球、
跳ねた打球はショート友がさばいたんですが、ショート内野安打となります。さ、独特の軟式野球のこの内野安打、ノーアウトランナーは一塁。しかし瑛太としては焦ることはないでしょう。もちろん相手チームはバントの構え。初球はストライク。あーでも瑛太の球をそう簡単にバントもしにくいですからね。2球目、この打球は跳ねて瑛太が取ってセカンドへ送球。バント失敗となります。ワンアウトランナーは一塁。瑛太落ち着いていました。さあワンアウトランナー一塁。ケバブさんとしてはなんとかランナーを進めたいでしょう。ベイちゃんとしては一つずつ一つずつアウトを重ねていきたいところ。低めのカットボール振らせて空振り。今日はあのカットボールが冴えています。ストレート差し込んで、ここはピッチャー瑛太がファーストへ送って、ツーアウトランナー二塁となります。これで OK です。続くバッターは2番バッター。まだここまでクリーンヒット、あのライトゴロですかね、あそこだけ打球強かったですが、それ以外はまだ打たれてないので問題ないでしょう。ここもインコースのカットボール、空振りを奪います。これもいいボールですが高め。ここはセカンド送球はセーフ。しかし今のカットボール、インコースのカットボールも素晴らしいです。空振り率が非常に高いカットボール。追い込んでからの5球目、この打球はファールとなります。ベイちゃんとしては先制した後なんでね、点取った次の回、この回を0点に抑えて流れに乗っていきたいところ。ここはインコースギリギリボール球。グッドグッドグッド。空振り三振。瑛太3イニング投げて5奪三振と素晴らしいボールを投げています。素晴らしいピッチングが続きます。ナイスピッチャー、ナイスピッチャー。4回の表見ていきましょう。相手チームはピッチャーが左ピッチャーに変わりました。さあこの回の先頭は4番 DH のラギから。1打席目はサードフライでした。ちょっとですね、センターカメラの映像がここから切れてるんですけど、あの暑さの原因でね、センターカメラが高温注意ということで、カメラがシャットダウンしてしまってブラックアウトしたため、映像がちょっとここからは後ろからのこの角度からの映像になってしまいますが、非常に見づらいかもしれませんが、視聴者の皆様どうかご了承いただけたらなと思います。はい、この打球はセンター前ヒット、ノーアウトでランナーは一塁となります。ここでバッターは5番のマルコを迎えます。決めつけんな、決めつけんな、1個ずつ行こう、1個ずつ。初球をフルスイングですが惜しくアジャストできずファール。紙一重のファールでした。2球目、
ここは打球がキュルキュルの打球、ファーストゴロ、その間に一塁ランナーのラギは二塁へ進みます。ワンアウトランナーは二塁。ここでバッターは6番サードのキノピー。初球はストライク、ストレート。ここはボールですね。ちょっとミス、審判さんが映ってないんでね、ちょっと分かんないんですけど、なんとか解説していこうと思います。さあ、ワンボールワンストライクからの3球目。ここは低め、ボール球、インコースの低めストレートですかね。さあ、カウントを作りました、キノピー。4球目、ここは空振り、追い込まれます。高め外れてカウント持ってきました。スリーボールツーストライク。わからんテンションが。ここは空振り三振、ツーアウトランナー二塁。ラギさん見せてこー、ラギさんランナーで。ここで迎えるバッターは今日内野安打1本の7番ショートの友。つなぎのバッティングをできるか。初球はストライク。さあ、トモは対左ピッチャーに対してどういうバッティングをしていくか。ここは空振り。しかし意識は、まあ、センター方向、右中間方向を狙っているバッティングスタイルですかね。意識としてはいいでしょう。ここはファール惜しい。今のも紙一重。いい勝負。一球ファールが入ってからの5球目。ここは低め振らされました。空振り三振。この回も0点で終わりました。1対0のまま4回の裏見ていきましょう。さあ、ここからはそろそろ試合全員使っていかないといけないんでね、選手交代も増えていくでしょう。今日ベンチには鍋、マッス、ガッキー、テッタ、吉岡、雄介、龍馬、僕というメンバーですね。ガッキーは怪我なので試合では出さないということで、ということで7人ベンチに控えております。エータの4イニング目、打ち取った打球サードキノピー、さばいてワンアウト。2球でワンアウトを取りました。初球いい入りです。ちょっと高かったですかね。ボール、変化球から入ってからの2球目。あー、ナイスボールです。ワンボールワンストライク。これもいいボール、ちょっと逆球だったんですがストライクで追い込みました。ワンボールツーストライク。ここは少しスライダーが外れます。ツーボールツーストライク。さあ、この日も35度以上の猛暑日でした。この気温と体力との勝負もあります。4イニング目、フルカウントとなります。ここは高め振らせて空振り三振。今日6個目の三振を奪いました、エータ。
まずは空振り。ここも空振り、2球で追い込みました。エタここは打ち取りました。ファーストゴロ、スリーアウト。この回完璧なピッチングでした。1対0のまま5回の表。さあこのリズム、エータのピッチングにベイちゃん打線が乗っていけるのか。5回の表見ていきましょう。さあまずは8番レフトの田上から。初球も打って、この打球は完璧なホームラン、ソロホームラン。やはりエータの前の回のピッチングから流れに寄ってきたからベイちゃん、そのピッチングに応えるかのように初球打ち、完璧なバッティングでした。8番田上のホームランで2点目を奪いました。このバッティング低め、まあそこのボールっていうのは左バッターインコースの低め飛ぶんですよね。あそこナイスバッティングでした。マスクマンのホームランで貴重な追加点を奪いました。2対0。そしてバッターは代打で鍋を迎えます。セカンド海星のところに代打。まあ、海星は1打席しかなかったんですが、しょうがないです。1打席じゃないともう3打席目が回ってこない可能性もあったんでね。時間的に見て代打鍋、前回森の中のケバブ戦では2ホーマーと絶好調だった鍋、相性は良さそうな感じがします。次でしょ。初球ファウルからの2球目、ダンダンライナーで突き刺さりました。ホームラン完璧でした。田上代打鍋の2者連続ホームランでわずか3球で2点入りました。完璧です。素晴らしいバッティングです。このバッティング、あ、素晴らしいスイングだ。綺麗なバットの出し方、ほんと軟式のねスイングにアジャストできてますよね。とも鍋、特にバッティングのスイングの軌道が2人とも似ていますね。軟式で打つならこのスイングっていう感じのスイングです。素晴らしいバッティングです。鍋ナイスバッティングです。まああと一人で言うとキノピーですかね。鍋、トモ、キノピー、この3人のスイング軌道っていうのは似たようなね、バットを平行に出してレベルスイングでまっすぐ出す、素直にバットを出すっていう感じですね。素晴らしいバッティングです。そして今日1打席目フォアボール、2打席目先制ホームランを打った星、3打席目先ほどは流し打ちでホームランというね、とんでもない度肝を抜かれたような打球を打った星。ツーボールワンストライク。この打球はいいところに飛んだんですが、ショートが素晴らしいポジショニングでした。三遊間の深いところから送球でショートゴロに倒れます。ワンアウト。そして続くバッターは朝日、先ほど2打席目はいい打球でしたがショートゴロでした。初球はボール。2球目も外れて2ボール。よくねえわ。3球目も外れて3ボール。はい、ストレートのフォアボールで朝日は出塁します。ワンアウトランナーは1塁。
そして続くバッターは3番絶好調男の翔太を迎えます。バッティングでね、構えをバットを寝かせる構えからバットをね立てる構えに変えてから絶好調の翔太、この打球はぐんぐん伸びてセンターオーバーのバックスクリーンホームランとなります。ツーランホームラン、べーちゃんこの回3本のホームラン、強烈な翔太の打球は悠々とセンターの頭を越えてツーランホームランとなります。このバッティング力強いスイング、今年の翔太は去年とは大違いです。打の翔太ナイスバッティング、この回一挙4点、ホームラン3本で4点を入れました。ベイちゃん5対0とリードを広げます。さあこうなってくるとどんどん選手交代をしていかないと時間がどんどんね来ています。続くバッターは4番 DH のラギ、2打席目はセンター前ヒットがありました。初球はストライクからボールの変化球を空振り、2球目ストレートでストライク、2球で追い込まれます。1球ボール球見逃してワンボールツーストライク、ここは高めファール打ち損じました。甘いボールでしたがファール。ここから代打構成龍馬、そして僕が控えています。ここは低め振らされて空振り三振、ツーアウトとなります。ここでバッター丸子のところで代打龍馬を迎えます。関東第一甲子園ベスト4メンバー、その時の4番を打っていました。甲子園でも2本のホームラン、ここまでまだベイちゃんでいい当たりはありません。大飛球のバッティングを期待されて右の強打者として取りました龍馬。ここは詰まらされました。この打球しかし軟式は跳ねます、内野安打となります。本人は納得はしてないでしょうが内野安打となります。あ、納得してましたね、よかったです、はい、悔しがってほしいですそして6番キノピーのところに代打私が入ります。さあ手にここここ2アウトランナーは1塁、相手のピッチャーも左ピッチャーでメガネということでね、メガネの野球人にはすごく愛を感じます。はい、さあワンボールからの次の球、この打球はいいところだったんですが セカンドゴロでしたね。打球は悪くなかったですがセカンドゴロでした。5回の裏見ていきましょう。この回から代打僕のところにサードに守備で吉岡が入ります。エータの5イニング目、この回2アウトになったらピッチャーユウスケ、サイドスローを試してみたいということだったので、まあ、ちょっと怖かったので2アウトランナーなし、できれば、まあ、2アウトを取った状態でユウスケ、ちょっと打者1人になるかもしれないけどユウスケ行ってみようということでワンポイントで考えていました。そして今日は3番手で久々のマッスー、久々ではないですかね、マッスーを考えていました。ワンボールツーストライク、おそらく時間的には次の6回の表裏が最終回になるだろうと、思っていました。そして守備ファーストには、丸子のところ代打で入った龍馬がそのままファーストに入っております。はい、空振り三振でワンアウト、ナイスボールです。
おっさん行ってるよ。7個目の三振を奪って、次のバッターに対しては初球、ナイスボールです。この打球はショート深いところ、友がさばきました。そしてファースト龍馬、素晴らしいまとまり。龍馬すごい、ナイスファーストです。ツーアウトとなったところでピッチャー瑛太はお疲れさんということで、サイドスローに変えてみた雄介がマウンドに上がります。これでベンチメンバー残るはまっすー、てったのみとなりました。はい、初球変化球から入ってストライク、この打球は高く上がったフライ、センターの朝日が取ってスリーアウト。雄介ワンポイントだったんですが、完璧なピッチングでした。6回の表見ていきましょう。7番友のところに代打でテッタを送ります。テッタここまでノーヒット、そろそろ一本打ちたい。バッターボックスの中で、ね、スイングができなかったんですけど、ようやく、ね、まあアウト内容だったんですが、振っていけるようになった、その延長線上。身体能力はチームでもナンバーワンのテッタ、結果を残せるか。レフト前ヒットとなります。完璧な当たりでした。素晴らしい打球、素晴らしいスイング、テッタようやくヒットが出ました。嬉しそうです。よしよしよし、そして続くバッターは8番レフトの田上、先ほどは初球ホームランでした。これテッタはスタート切ったんですが、これはどうだちゃん、ちょっと際どいタイミングだったんですが、まあ審判1人しかいないんでね、球審しかいなかったんでしょうがないです。アウトとなります。この打球はぐんぐん伸びて、なんと2打席ホームランとなります。ソロホームラン、8番バッターです。これがベイちゃんの強さ、素晴らしい打球でした。今日3打数2安打2ホーマー2打点、マスクマンのホームランでこの回も1点入れました。マスクマンホームイン、マスクマンのハイタッチ、クールなマスクマン、マスクマンギャオスクールです。はい、そして相手ピッチャーは交代で、また左ピッチャーですね。6対0とリードを広げて、続くバッターは9番セカンドの鍋、先ほどはホームラン、弾丸ライナーの完璧な打球でした。さあ、これで残るベンチメンバーは、マッスーのみということで、次の回ピッチャーマッスーを送って、今日は、全て全員出場ということで、一応ここまでイエローカードがね、全員1日に、全員出せなかったら、まあ、イエローカードが僕に溜まって、イエローカード3枚溜まったら僕がクビという、全員野球で日本一を取っていこうっていう中で、今のところまだイエローカードは使ったことはありません。全員も使いながらベイちゃんは勝ちにいってます。はい、ここは見逃してフォアボール鍋、2打席全て出塁しました。鍋素晴らしい、価値あるフォアボールよ。続くバッターは1番ライトの星、星は1番バッターとして今日はホームラン、そしてフォアボール、3打席だって2回出塁ということです。素晴らしいです。そしてパスボールの間に鍋は2塁へ進みます。選球眼は本当に欲しい。ここは投手、甘いボールだったんですが空振り。
見極めて3ボール1ストライク。ここは見極めてフォアボール。ワンアウトランナー1、2塁。ベイちゃんの攻撃は止まりません。続くバッターは2番センターの朝日。いや打ったかと思った。ここは空振り2球で追い込まれます。3球三振で2アウトランナー1塁となります。そして続くバッターは先ほど強烈なツーランホームランを放った3番キャッチャーの翔太を迎えます。ベイちゃんここまで、6点入れてるんですが、ホームランの4本、ホームラン1,2,3,4,5 ですね。ホームラン5本で6得点、ホームランだけで6点取れてます。強力打線が牙を剥いているベイちゃん。しゃあない。オーケー、オーケー。よっしゃー。3ボール1ストライク、5球目。ここはノースイング、ランナーをためます。ツーアウトランナー満塁。6点差ありますがビッグチャンスで4番 DH のラギを迎えます。ここでホームランが出れば10対0、試合を決定づけるでしょう。さあ時間的にもベイちゃん、この回の攻撃がラストとなるでしょう。この打球を打ち取られました。ファーストゴロ、三者残塁。しかしこの回田上の2打席連続ホームランで1点入れました。6対0で最終回6回の裏見ていきましょう。ピッチャーはマッスーへ変わります。この時点で、試合時間というか球場を借りている時間が残り、20分を切っていました。はい、残り15分か13分ぐらいですかね。はい、いや残り試合時間がちょうどあと10分ぐらいしかなかったような感じでしたね。試合球場を借りている時間の10分前には強制終了、グラウンド整備の時間もあり、次の、ね、グラウンド借りている方のあれもあるので10分前には強制終了という大会です。さあそんな中マッスーは2球で追い込みました。3球目、ここは高め外れます。さあマッスーもね、もともと投球骨折をしてから、まあ、肘に違和感を持ちながらピッチャーもたまにね、ベイちゃんでは頑張ってくれています。この打球はファールで2ボール2ストライクからの6球目、ここもファール。相手チームも粘ってきます。負けるなまっすー。低め外れてフルカウントとなります。ワンバウンドフォアボールとなります。ノーアウトランナー1塁。満塁ホームラン1回でもまだ勝ってる考え方。ラブ寄りすぎんなよ、こっち寄りすぎんな、広くも持って広く。さあ6点差でまっすぐ落ち着いてね、アウトを1個ずつ取ってきてほしいところ。
でも悪くないよ。ここもワンマンの翔太、素晴らしいブロッキング。ナイスキャッチャー、ナイスキャッチャー。この打球はセカンド鍋、そしてショート蹴った、ダブルプレー。セカンド鍋、ショート蹴った、ファースト龍馬の同級生3人コンビでダブルプレー成立。一気に2アウトランナーなしとなりました。さあ、あとアウト一つでベイちゃんの勝利。ここはストライク、ワンボールワンストライク。いいね、マッス。ここは際どいボールですが、ギリギリストライク、ワンボールツーストライク、追い込みました。まっすー続く4球目、ここは1球外します。今日ちょっとこのワンバウンドになるボールですね。しかし2アウトランナーなし、あとアウト1個なんでね。さあ勝負してほしい。フルカウント、低め外れてフォアボール。相手チームも諦めていません。2アウトランナー1塁。ここは高めボール外れて1塁ランナーは2塁へ進みます。そしてその送球がそれて二塁ランナーは二塁ストップですね。すみません。ツーアウトランナー二塁。ここはデッドボールとなります。ツーアウトランナー一二塁。さあマス調子あまり良くなさそうですが、あとアウト一つ粘ってほしいところ。なぜサード。もうベンチはね全員変えたんで、選手ピッチャー変えるとすれば残りは今サードを守っている吉岡のみとなります。テッタはねちょっと肩肘に違和感が試合なかったので、今日はピッチャーはできないということなので、今日あと投げれるメンバーでいうと吉岡のみとなります。しかしあとアウト一つ。なんとかまっすー粘って投げてほしいところ。来てるよ来てるよ。これこの打球はレフトへ、大きな打球、レフト高見が追って追って、レフトオーバーとなります。一人ランナーホームイン、そして一塁ランナーのホームイン、レフトオーバーのタイムリーツーベース、6対2 4点差となります。ケバブさんの粘りすごいものがあります。しかしマッスーまだ4点差あります。これもしマッスーをピッチャー変えて、吉岡をマウンドに上げたらマッスー左投げなんで、マッスーは外野に持っていかないといけないんですよね。そして現状今外野がライト星、センター朝日、レフト田上ということで、誰かが内野を守らないといけないっていうね、非常に難しい選択になるので、ここはなるべくまっすぐに抑えてほしいと思いながら監督としては見てました。ワンバウンド、スリーボール。まっすぐ頑張れ。ここはストライク1球取りました。いい球いってるから、まっすぐマジでいい球いってる。ファール追い込みます。カウントを持ってきました。マスこのバッターで打ち取ってこい。低め、しかし粘ります。本当に相手チームの粘りがすごいです。
ト1、2塁マスター全然 OK です。さあ僕の中ではもう次フォアボール、次アウト取れなかったらピッチャー変えようと思ってました。狙って、マスターゆっくり、もう一発、まだホームラン打たれてもね、6対5、1点差で勝ってる状態ですからね。外れます。3ボール、かなり厳しい状況になってきました。フォアボールで出ると満塁ホームランで同点となる。ここはフォアボールで2アウト満塁となります。ここでピッチャー変えます。まあ、マスは普段外野の子なんでね、ピッチャーよく頑張ってくれました。マスを外野、そしてサードの、吉岡がピッチャー、そしてショートのテッタを、サード、そして、朝日が、ショートの経験は昔内野ちょっとあるってね話は聞いてたので、センターの朝日をショートに守らせてマスをセンターに持ってきました。試合時間的に残り3分ぐらいです。残り3分となります。入りいいね。試合がどんな展開であれ残り3分、時間が来たら強制終了というルール。ベイちゃん逃げ切れるか。しかしベイちゃんとしては試合時間関係なくアウト1個を取って勝ちたい。吉岡急なマウンド、立ち上がり2球連続ボールで2ボールノーストライク。3球目空振り奪います。4球目、この打球はショート三遊間深いところ、しかし朝日がよく止めました。しかしランナーは帰ってきます。6対3、なおも2アウト満塁。そしてここで時間が来ました。ラストバッターとなります。なのでベイちゃんとしては長打以外だったら時間オーバーで勝ち、長打を打たれたらホームランだったらサヨナラ負け、長打で同点に追いつかれたらじゃんけんというルールです。同点は嫌な場面、初球変化球でストライクを奪います。続く2球目、この打球はまたショート朝日に飛んでショートゴロ、しかしワンバウンドファースト取れず三塁ランナーホームイン、そしてボールがデッドゾーンに入ったので二塁ランナーもワンベースでホームインで、ここで終了ということで6対5、ギリギリベイちゃん時間切れで逃げ切りました。1回戦苦戦しました。森中のケバブさん本当にありがとうございました。ベイちゃん辛くも日本一のカット大会の初戦勝利を収めました。本当にありがとうございました。見事1回戦6対5勝利おめでとう。一つ今日課題ができたので、今後こうならないためにはどういう選手起用したらいいのかっていうのをそれも考えていく。よかったよ、いいんですか、開き直りですね。そんな毎球いい球行くわけじゃないんだから、そんな気にすんなよみたいなのを昨日言われまして、まあこの悔しさをバネにちょっと次の試合出た時は必ず結果出して。なんかすごい不思議な気持ちでしたね。なんか不思議な気持ちっていうか感覚でした。華麗な守備、華麗なバッティング、もう見ててくださいって感じですね。